いや面白いとこ入れましたね、荒木ね。さあ長木からのエベラウド、バックヘッドの形でつないで石崎先制、鹿島アンタラーズは白崎、今日スタメン起用、実に14試合ぶり久々のスタメン、その起用に応えました白崎です。鹿島アントラーズです。中からボールこぼれて長戸拾う、そしてもう一度組み立てる、今度は松村のクロスが入ってヘディングの犬飼、2点目が入りました。鹿島アントラーズは犬飼のヘッド、0対2、試合勝利へ向けては非常に大きな2点目です。犬飼ちょっと判断が遅れました。マルティノス、三つ丸スペース、江坂中、オルンが引きつける、これは自分でカットインから右足、先制レイソル。いや素晴らしいゴールじゃないですかね。速いボールでいく、流れてきた、こぼれてゆるき、オフサイドはない、胸で流し込んで同点、コロキ、いや副審はフラッグは上げていません。飯田レフリーが確認に行きます。これオフサイドとハンドと2つの解釈があります。つないでいって中村拓海からもう一度高木ダイレクトで中へのボール、田川の頭の上、うっとここはそのままプレー続きます、こぼれている、クリアです。セカンドボール見た、ダイレクト、ゴール、先制 FC 東京。セットプレーからフリーキックから耐えました清水ですが、最終的にはこじ開けまして FC 東京です。そしてみんなでゆりかごパフォーマンス、そこのスペースうまく使いましたよね。小川が持っていきます。田川が左に流れて、あ縦を選択、ここは長い切り返してシュートだ、あー同サイドぶち抜きました、追加点です。 FC 東京、長井が決めました。後半の10分に追加点がプレッシャーを奈良岡にかけていっていました。今なんかのかわし方も落ち着いてますよね。あそうですね、体の使い方もうまいですね。ボールをうまく隠しながらね、反転して、おーっとパスミス、これをカットしたドゥトラー、シュートアップ決まりました。1点返した清水です。ちょっとミスが出てしまいました FC 東京。ラクは FC 東京回して自分たちのボールで時計の針も進めていきます。阿部から高萩、ここに原大志来た、原から中へのボール来たから最後押し込みました、新井優斗、これは試合を決定づけるゴールです。逃げ切りではなく追加点で試合を決定づけました FC 東京です。どちらもビッグセーブが出ました。スライディングでボール取った、エリキにもう一度ボール入る、エリキ前を向く、マルコスジュニアル先制ゴールは F マリノス。運んだエリキとマルコスジュニオール、同点ゴール、シーズン5得点目を入れました宇佐美です。1対1、前半アディショナルタイムで追いつきましたガンバ大阪です。ワイド小川圭次郎、中に藤田に入っていますが、藤本のヘッドふわりと浮いている、そのまま入りました。かつて在籍した藤本、先制点を挙げました。岩田に対してはしっかり田中純也がディフェンスについています。ただ岩田から前に出た、岩田クロスだ、高澤だ、 J3 から這い上がった男高澤です。見事に同点ゴールを決めました。まあ旗手が入ることで、まあ、家永がインサイドハーフに、まあ、ポジションを移したと思いますから、はい、
クロスを入れてダミアン、左からのクロス、レアンドロ・ダミアンが決めました。先手を取ったのは川崎フロンターレ。決め切りましたダミアン。まあ、クロスの、ね、質も高かったと思いますね。旗手ボックス内、旗手こぼれて、うん、三笘だ。これが首位の力だ。0対2です。こぼれたところ最後は三笘薫、今シーズン10ゴール目です。とリズムが上がってくると思いますね。さあ阿部反転、右前田、さあ前田切り返して右足のシュート、中野小次郎ナイスブロック、まだあるか、左足のシュート、さあ押し込んだ、山崎今シーズンリーグ戦初ゴール。前半の11分です。一つ追加点を挙げられるか、キッカー待てです。直接狙って入った、マテウス2試合連続のゴール、今シーズン5ゴール目。前半の45分です。名古屋追加点。まあ、名古屋の方はこう無理しないでボールをしっかりと動かしてますよね、はい、さあ縦にマテウス、中に金崎、そして奥に相馬、上がってきた後ろ稲垣のシュート、今シーズン2ゴール目。後半の34分です。3分まではあと2分。キッカー丸橋、丸橋から来たボールヘディング。